疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと悔しい3着だったと思うんですけども、その辺どうですか。まあ、まあ、3番で取れて、まあ、位置取り良くてあのまま多分後ろ見て、まあ、クレバー優勝できたかなと思うんですけど、まあ、そういうのはもうルーキーシリーズでも見せられたと思うんで、そういう位置取ってもう行くときは行くっていうのを、まあ、見せれたのかなと思いますね。結構きついもがき合いになったと思うんですけど、その辺どうでした。そうですね、抑え軍が全然緩めなかったので、僕もちょっと中途半端な感じになっちゃいましたね。先行しようと思ったんですけど、まあ、できれなくてもあそこから3着って相当強い。いやもう周二頭くんともうちょっとやり合ってもう回しながらって感じでしたね、最後気持ちで。まあ、この3着、次どういう風に生かしていきましょうか。まあ、そうですね、こういうなんていうんですかね、まあ、次多分こういう同期で走るのルーキーチャンピオンになると思うんで、まあ、そういうところでなんていうんですかね、まあまあ、自分がまくりだけじゃないっていう、他の同期に同期全員短期でも先行あるんだなっていうのを見せれたと思うんで、そういうのしっかりルーキーチャンピオンでも生かしていきたいと思います。最後に応援してくださったファンの方々に一言お願いします。今回1人だけ S 級で3着っていう不甲斐ない結果になってしまいましたけど、次の岐阜も地元なのでしっかり決勝戦上がって、前回の大垣の悔しさを晴らしたいと思います。応援よろしくお願いします。今日のレースを振り返っていかがだったでしょうか。はい、まあ、先行の形で、まあ、できて結構、まあ、最後刺されてしまったんですけど、まあ、結構残れるような最後まで粘れるような走りができたと思うので、まあ、あともうちょっと足つけるだけかなという感じです。今日の、レースを振り返って、まあ、先行というのはもう作戦の中で。そうですね、やっぱ自分らだけラインだったんで、そこを生かすには前できる方が得策だと思ったんで、まあ、そうですね、そういう作戦であったって感じですね。レース展開的にはどうだったでしょうか。そうです、まあ、まあ、よくも悪くもその自分ができた後にヘアさんがすぐ来てくれたんで、そこで、まあ、ちょっと自分がこう何て言うんですかね、前に踏む力がちょっと湧いてきたっていうのと、あとまあそうですね、まあ、それが悪くも後ろでまたごちゃついてしまったんで、ちょっと何とも言えないですけど、まあ、いい経験になったかなと思います。山口選手が来るとは思っていました。あそこでジャンで結構しっかり叩けたんで、うん、もうちょっと溜めてまくってくるかなっていう感じはしたんですけど、そうです、それがちょっと予想外な、ちょっと予想外だったんですけど、まあ、そうですね、まあ、そこもなんていうんですかね、まあ、うまくいったとまでは言わないですけど、うん、まあ、若干そんなに悪くない形になったと思います。その辺、まあ、山口選手が来たのは見えてたっていう。そうです、まあ、来た音とあと、うん、まあ、モニターもあったんで、それで、はい、見えてたんで、はい、やっぱり来た時は燃えました。そうですね、やっぱここ合わせ切ったら結構勝機あるんじゃないかと思ったので、うん、そうですね、力入りましたね。りました、今後の目標を教えてください。そうですね、まずはそうですね、S 級に上がることが目標なんで、もっとしっかりした走りでうまい展開作ってレースができるように頑張っていきたいと思います。最後にファンの方々に一言お願いします。はい、まあ、もっと力つけてどんどん勝って上に上がれるように頑張るのでよろしくお願いします。